中国厚生史は歴代中国王朝が災害にあって民衆を救うために行う政策、現代における社会福祉政策を言う。中国の王朝は早くから地震、干ばつ、洪水、公害、薬病といった社会不安を引き起こす災害の際に救済政策を行うものとされ、その原型は青春に確立し、散とし、薄き進む関係。 たゆから、社金、佐いく、れ愛、茂つあい、しげるらく、ク、くら、さくきしん、じの十二種が挙げられた。先進には、すでに基金救済のため、ふ者から穀物を徴収し、貧者に配布するという進む分の制度が出現している。官庁においては、前提の時期に、ひろつかさのお中、進むの高受賞が、穀物があまり価格が低下したときは買い取り、 逆に穀物が不足し価格が高騰した時は売り出し、穀物価格を安定させる機能を有する常、平ら層を創設した。南朝生、梁には、貧民を収容する露室館と孤児を収容する孤独園が見られる。追徴においては、災害や基金に備え米などの穀物を一般より、徴収、または、不死者から寄付を得て、これを貯蓄するために、 国内の用地に設けた倉庫である偽装が制度化されている。海王十六年の省直では、収穫校により、上中家の三種に分け長収校を決め、上後は一国、中戸は七と下戸四都と定められている。また、隋朝には、天然通り感謝を隔離、療養させる施設霊人坊が設立されている。朝では、仏教流による慈悲のれとして、貧しい病人や、 無宿者を収容する病棒や秘伝棒が発展している。秘伝棒は日本における秘伝院のモデルとなっている。早朝においてこれらの制度が充実しており、師書にも僧のため、おさむ、一本をとわず、にぎやか品術館のい自然大優ためきれいたりとある。なお、東卓は北僧と南僧の487年前後で874回の 各種災害に遭難していると統計している。常、平ら層や、それと類似の機能を持つ広江層は、前代に引き続き運営され、王安石の新法のうち、青内法は、これらの備蓄米を貸し付けるというものであり、備蓄による不敗損を防ぎ有効利用するという、側面も見られる。総長は救護施設として、福田院、許容院、安渡る坊マモ守ズミン等を設置した。 天気元年、総長は、首都近郊の寺院の土地を買い受け、老沢園と称する共同埋葬場を整備、埋葬者のない遺体を、成人600分、幼児はその半額で埋葬した。また、地方の共振階級の出資によってもこれらの設備が作られた。医療技術の発展にも配慮がなされ、医官院において研究が進められ、大医師による新球術の体制などがなされた。 特に朝薬においては、和財局で整備が行われ、大観年間に処方集として、和財局法が発行され、南総となってから、昭和18年太平恵み民局と解消後、増補版、太平恵み民和財局法が発行された。日本における、薬局型という用語はこれらに由来する。南総には、党が、休校活民書において、過去の休校政策をまとめ、 自身の考案した政策を提唱した。剣道7年、主規は、伊豆社層を創設し、その規範として、社層締めを制定した。元朝においては、モンゴル時代に設けた、医療施設広江市を発展させた、交際被下げ挙手が置かれ、大都には中東2年恵み民局が設けられた。また、次元16年全国に安楽堂を置いた。元朝においては、 大災害が多発し513回にも及んだとされる。市政11年5月に、英州で、流福通りが、明治王法、騎が南あたりをスローガンに乱を起こし、それが後に、黄金の乱となり元朝滅亡の原因となった。明朝の大祖、主元祥は、貧能階級の出身であったためか、中国歴代王朝で、最も社会政策を重視した皇帝であったといえ、 構成を最重視し、執行状況も良好であった。後部10年には、災害時の対応を誤ったとして、金査官の超類を資材としたほどであった。後部3年めぐみ民薬局を設置、後部7年用済委員、老佐ワインを設置している。後部定以後は、役人は日々雑務に反応で、かつてのように民衆の便宜を図る暇がなくなってきた。担当する役所を変えたとしても、 おざなりの対応となり、洪水、干ばつ、飢饉といった災害にあっても、民衆は頼るところはなく、官は何の措置も取らず、公も私も手詰まりとなった。明朝中期以後、災害が報告されない年はなく、ある災害は数称に及んだ。超巨星の改革においても、あまり公正を重視せず、役人も公正の改善努力はほとんどなされなかった。 数定元年災害が頻発し、その後徐々に、流民は道を埋め、村々は9割ほどは空き家になり、流民の多くは、やがて亡くなるか、生き残ってもごろつきになるしかないと言われるようになり、数定13年には、南北共に荒廃し、死者や捨て子で、川は溢れ、道が塞がれるという状況までに至っている。一方、民間による福祉事業が都市部を中心に発展を見せた。 1590年に、陽東名が、恐れ条件で、同前会を創設したのを皮切りに、各地で地方名詞により、同前会が組織された。また、1600年頃からは前年、全道による、事前活動が行われるようになった。新朝の県立帝は、災害救援に熱心であった。当時、常、平層の急速な備蓄量の増加が見られ、4000万国を、 超えることもあり、米価の変動に与える影響が大きいものとなった。建立3年11月24日に発生した、イカ不王地震において、姉化将軍のアロは適切に処理し、死傷者の拡大を防いだ。ありがとうございます。